ジェンセン・インターセプターは、イギリスの自動車メーカーである、ジェンセン・モーターズが1966年から1976年まで製造していた高級 GT である。コンバーチブルイタリアのカロッツェリア・トゥーリングによる、車体デザイン、アメリカクライスラー製 V 型8気筒 6276cc330 から390馬力エンジン、それに、 イギリス製高級車ならではの上質で豪華な仕立てと内装とを組み合わせたグランツーリスモとして1966年にデビューした。車体パネルはイタリアのビニャーレで製作され、もともとコーチビルダーであったジェンセンで組み立てられた。大きなリアウィンドウはハッチバック式となっていた。サスペンションは前輪はダブルウィッシュボーンコイル、後輪は ハンダ・エンリー・フリジットと平凡な設計であったが十分にチューニングされていた。また4輪ディスクブレーキを装備していた。1971年に3キャブレター390馬力の高性能モデル SP が追加、1972年以降、ベースモデルが 7218cc284 馬力使用エンジンに変更された。 1974年にオリジナルボディに加えて開閉式ソフトトップのコンバーチブルが翌1975年にはコンバーチブルをハードトップスタイルの2ドアクーペとしたクーペも追加された。しかし1973年末の第一次石油機器で需要は低迷しており1976年のジェンセンモーターズ倒産により生産終了した。 累計生産台数は6,408台。日本には当時の輸入元、コーンズによって輸入された。1972年当時の価格は980万円と極めて高価であったが、ベントレーやアストン・マーティンなど他のイギリス製高級車に比べると相対的には安価であった。四輪駆動の全線 FF が姉妹モデルとして同時開発されている。 1988年には復活再生産が開始された。シャシーやボディはそのままで、同じクライスラー製のジープグランドアゴニア用 V 型、8機等個 1898cc243 馬力エンジンをチューンして搭載し、1993年まで生産された。イギリスにはインターセプターを持ち込むと、エンジンやブレーキなどを復活再生産版と同等化。 もっと新しいものに乗せ替えるリファビッシュを行う工場がある。なお改造車として登録するため一部の部品はあえて旧式のままである。2007年に自動車ディーラーのクロプリリブリッジという企業がインターセプターを現代風にリメイクしたインターセプター S を限定50台で販売し、さらに2009年にはクロプリリブリッジを前身とする V8 という企業が インターセプターをさらにリメイクしたインターセプター SX を発表した二元車別冊 CG 自動車アーカイブ70年代のイギリス車編ありがとうございます